さあ、私は世論が生んだスーパースター川端明さんのお店に来ています。うちじゃ処理。さあ、川端さん今日いるかな。行ってみましょう。今度ね、世論号が走るっていうんで、川端さんひょっとしたら曲を作ってくれているんじゃないかなと思って。さあ、川端さんいるかな。聞こえてきた。いたー。川さんだ。こんばんは。こんばんは。どうも。原田明です。川さん、いよいよね、はい。2月の9日から与論号を走るんですよ。聞いております。聞いてた？はい。そして、俺、川さん、曲作ってくれないかってちょっと頼んだんだけど、はどんい。な感じでしょじゃあちょっと聞いてください。う？よろしくお願いします。思い乗せて遥か南の島、重たい荷物はいらない。走れ与論号、あなたの夢を乗せて描いと。いや、間違えた。もう一回。川さん、もうすごく覚えやすくていいメロディーなんだけど、はい、どんなところをちょっとあれですか、ポイントで作ったのかな。いや、これはもう世論号が、みんなが、世論の人が、乗っている、そういうのをイメージして作りました。うん、もう世論の町民の島民の皆さん、はい、ボディにベタベタ貼り付きました。いやー、目立ちますね。アキラ兄貴も乗ってます。ありがとうございます。じゃあ、すいません、はい、もう一発いってみましょう。はい、お願いします。間違ったところ、最後のところで、ね、OK。 走れ世論号、あなたの夢を乗せて笑顔に会いに行こう、街から街へ。川竹さん、世論からお届けしました。完成いつ頃になりそうですか？3月目指してます。よろしくお願いします。届かなし。